アウグステ・マリア・ルイゼホン・バイエルンは、バイエルン王国の王族で、オーストリア大公、ヨーゼフ・アウグストの日。バイエルン王子レオポルトとその妻のオーストリア大公女、ギーゼラの間に次女として生まれた。名前は、父方の祖母アウグステ・フェルディナンデにちなむ。アウグステは1893年11月15日、オーストリア皇族のヨーゼフ・アウグストと結婚した。第一次世界大戦中。 アウグステは負傷者たちの看病や生活支援に奔走した。アウグステは鉄のために金を供出しました運動の推進者となり、戦後は数多くの福祉事前組織を創設した。ヨーゼフ・アウグスト大公一家は1944年にそれまで住んでいたハンガリーを出国し、一旦アメリカ合衆国に渡ったものの、その後ヨーゼフ・アウグスト大公の姉のトゥルン・ウンとタクシスコー マルガレーテ・クレメンティーネを頼ってドイツに移った。アウグステは1964年にレーゲンスブルクにおいて89歳で亡くなった。夫、ヨーゼフ・アウグストとの間に6人の子供を設けたが、うち2人は溶接した。ありがとうございます。